はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。ピタゴラン、うん、やっていきましょう。ピタゴラスイッチみたいなやつでしょ、きっと。あんま知らねえんだけどさ、知らないネタ今公開に出したけど、ピタゴラスイッチだべよ。はやっていこうぜ。指で線を引こう。これはあれですね、チュートリアルですね。カットするわ。はい、できましたよ。結構ね、簡単に作れた。作ってて気づいたんだけど、前に作ったあの作れるだっけ、街に線路引くみたいな、そんなような感じのゲームですね。同じ会社なのかな。結構簡単でした。あの時のやつよりも簡単でしたね。作れるよりも簡単でしたね。じゃあ、早速やっていきましょう。スタート。ちょっと引き気味の方がいいですかね。こんな感じで、じゃあ見ていきましょう。いいんじゃないですか。ちょっとワクワクするよね、こういうのね。俺だけこれね、俺がね、仕掛けで、ね、設定したの。おー、いいじゃないの。これほんと誰でも簡単にできるよ。すげえ簡単に作れるから。うわー、いいわ。ちょっとこれは動画外でもやる、やらないなこれちょっとなんかでっかくていいやつでしょ、いいお酒でしょ。あ、いっぱい出てきた。いや、俺もね、仕掛け自体は初めて見るから、あんま分かってないっちゃ分かってないんですけども、結構長めのコースを、作りましたよ。おー、いいですね。うまくいってますね。いいんじゃないですか。これはなんだよ。おお結構感動した結構感動しちゃった。これはなんだい。おお、なるほどね。いや、ほんと俺も初めて見るからさ、なんか面白そうなものを適当にセットしただけだから、ほんとセットするだけでできるんだよこれ。ちょっとこの階段はね、見栄え的にいいのかなと。はい、よくできてる。失敗なのか、失敗なのか。これはねえ失敗なのかな。これ動いてないもの、動いてないもの。ストップ。ちょっと作り直してからスタート。最初からかい。いよいよじゃないですか、いよいよじゃないですかね。こっからですよ。今回うまくいくと思うんだ。オッケー。いいですね、いいですね、いいですね。いや、もうマジ失敗とか本当恐ろしいわ。ここまでね、ただひたすら見てるのすげえ飽きるから飽きるという言葉が出ちゃったけども、いや、頼む、うまくいってほしい。失敗があるんだね。絶対に成功しかないもんだと思ってたわ。おー、しょ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 、いいですよ。やりました。面白いですよ。面白かったですよ。ね、5歳児向けだったかな。要は子供向けです。はい。ということで、何でしたっけ。もうとりあえず最後壊そうか。ビャーって壊せるか、これ。こうやって壊すこともできるというね。どうでもいいね。はい、ピタゴラン。ピタゴラン。はい、やってみました。面白かったです。そんじゃ、終わります。バイバイ。